ジャクジャ会議カッコカリー、今日は何の話ですか？私のさ、友達がもう大昔ですよ、もう多分30年ぐらい前なんだけど、うん、赤坂でナンパされたんだって、うん、夜中に、うん、男の子ね、男の子がお姉さんにナンパされたんだって、うん、男の子がお姉さんにナンパされた、なんかバーかなんか行って飲んで、うん、すごいいい感じになって、うん、赤坂のさ、赤坂東京ホテルに連れ込んだんだって、うん、で、いざやってみたら、おちんちんがついてたんだって。あ、どっちに？どっちに？両方ついてたんだよ、なんか要するに、うん、ナンパしてきた。要するに、あのすごくスタイルのいい綺麗なお姉さんが、お姉さんじゃなかったんだって、うん、でもその頃ってこんな LGBT とかそんな言葉は全くない時代だから、うんうんうん、すごいびっくりしたけど、結論そこで我慢できずにやっちゃったって話で終わったんですよ。だから、うん、あ、やるんだねって言って、どっちがどっちなんだろう。あ、そっか、どっちがどっち。両方男だよ。女の人の格好してる方に乗っかるってことね。いや、綺麗だったってことだ。綺麗だった、ね、全然分からなかったって。で、いざそうなってみて、えぇ、ー、ってなって、生まれの男性の方も。でもさ、私たちだってさ、あの実は男ですって言ったらそうね。いや、だって今のさ、今の子綺麗だもん。分かる。あの、今なんていう、なんていうの、ニューハーフって言わないの今。要するにほら、ニューハーフは言っていいことかな、うん、なんか言っちゃいけないみたいな言うのがあんまり良くない言葉とかも、うん、今までオカマもダメでしょ。オカマダメなのよ。そうだから、そういうのがニューハーフは OK。 ニューハーフは OK じゃない、分からない。だから今のニューハーフ難しいよ、とか綺麗でさ、綺麗だよね。あと整形技術とかもすごい良くなってるから、わかんない、なんか女性らしいじゃない。性別どっちが好きか分かんない人もいるんでしょ。あれややこしいね。だから昔で言ったらバイセクシャルでしょ。性的なものはない、だから、垣根がないってことでしょ、男とか女とか。見た目で分かんないよ。すごくややこしい。だってスポーツ選手とかだってさ、女子なんとかとかやるじゃない、今オリンピックとか、うんうん、女子なのっていう人いるもん、見た目が。オリンピックはだってボクシングかなんかが今ほら性転換した人が女で出てる問題になってるでしょ。そうそうそう、ボッコボコにされちゃったんでしょ。だってさ、体は男だからさ、あれは私はあれは反対派なんですよ。私もそう思う。基本的にその元のね、ごっちゃになるのはいいことなんだけど、やっぱりそういうスポーツとか、あとお風呂屋さんの話あるじゃん、問題になってる。あのね、ニュース見たアパホテルさんが、うん、ね、素晴らしい。性別、私もね、アパホテル派なんですよ。アパホテル何？もっともっと、要するに戸籍上の性別、女子になっても男子、男の子が女子になってたとしても、いわゆる元々の性別のところに入ってくださいっていうのをホテル として声明を出したの。でも今って、え、だってもう国に認められてるんだからいいじゃんみたいな人が現れるんじゃないかってみんな危惧してるんだけど、でもそういう人は止まらなければいい話でしょ。でもだからその人が例えば女湯に入ってきても断れないのよ、法律上で認められてるから。だけど私はやっぱ嫌なわけ。だってどんなに女になっても性転換してなくておちんちんついてる人が女湯に入ってきたら性転換してないのは嫌だね。それでも OK になったんですよ。性を変更するのに、前は性転換してることが条件だったのに、今その条件がなくなっちゃったんだって。よくは性転換してなくても、男が女になることができる。難しいけどさ、単純にさ、一緒のお風呂にさ、ついてる人が入るのはそれはちょっと嫌だったよね、見ちゃうじゃん。いや、だって逆も嫌でしょ。久しぶりに見たみたいな。自分がさ、坂本ちゃんお風呂入ってんのにさ、おっぱいついたさ、角刈りの人がさ、そうなんですよ、入ってきたら嫌でしょ。そうなんです。あとちょっとニュアンスなんだけど、見た目は男湯に行って、僕はお父さんが、子供を連れてきても、女の子とか連れてきても、ちょっと嫌だよね。嫌なんですよ。別に、興味ないんだけど、なんか、ちょっと、なんか怖さを感じる。でもさ、子供の小学校1年生の男の子なんか絶対見てるよね、おっぱいとか。で、今、昔は6歳かなんか、8歳かどっちかだったんだよね。でもモンさん6歳とかさ、いや、わかるじゃん。わかるよ、見せるよ、こうやって髪洗いながら、こうやって隙間から。だから私も嫌なのよ。嫌だね、それ。たまにいるじゃん、そのお風呂行った時に子供、多分お母さんだけで来てるから致し方なく連れて入ってるケースもあるかもしれないけど、赤ちゃんだね、赤ちゃんは、赤ちゃんはいい。でもやっぱもう幼稚園に入るぐらい年になった子は私嫌なんですよ。センター入らないなって、何時から、幼稚園児が15人入ります。あ、へー、だからちょっと混むかもしれませんけど、ね、だからそうやってさ告知してくれて、例えば何時までは入っていいよとか、ホテルとかだったら4時、6時までだったら、あとちょっと大きな子供連れて入ってもいいですよって。そうしたら私たちはその時間入らないじゃん。そうなんですよ、そう行かなきゃいけない。そういう区分けしてくれればいいよね。でもほら、
連れてくる若いお父様とかいるとドキドキしちゃうわね。いやだってさ、坂本ちゃんはいいよね。幼稚園ぐらいの子になったらさ、お風呂屋さんに行ったらさ、同じクラスの子がそこに男と女で入ってる可能性があるから、ある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 、それ嫌じゃん。あ、私ね、子供の頃に、吉祥寺住んでる頃に、あの銭湯行った時に、あ、何歳ぐらいだったんだろう、あれどっちだ、なんかね、入ってたらね、クラスの子とか入ってたケースあるでしょ、それからもう入らなくなった。そうでしょ、どっちの子が入ったんだっけ、子供の、もそれでもうクラスメートが入った時に、ね、クラスメートで、そういう可能性あるよね。低学年だと思うんだけど、もう普通に、母親とは行かなくなった。そうだよね、だからそしたらさ、クラスでさ、坂本ちゃんとなんとかちゃん一緒にお風呂入ってたとか言っちゃっても嫌だし、そういうことか。だから、そうですね、難しいですね。難しい、いろんな関係がね。貸し切り露天風呂にしましょう。そうだから、そういうのをちゃんとうまくチョイスするか、時間で分けたりしてほしいよね。嫌な人、ただ嫌って言いづらいじゃん。今ね、なんだろう、嫌っていう方が、例えば子供と一緒に入りたくないよって言ったら、ちょっと人手なしみたいなに思われるのかな。子供なんだからみたいな。そう、でも子供じゃないよね、小学生ぐらいだったらね。小学校はもう分かってるよ。私たちだって見てたもんね。見てた見てた、なんかついてるとか。カボチャワインとか、お父さんのエロい気持ちになったりしたじゃん。お父さんのとか見てたもん。カボチャワインとかさ、見たことないものがついてるから見ちゃうよね。見ちゃうよね、やだよね、それもね。でも銭湯は、いろんな男子男いると、カボチャワインって何？カボチャワイン、L だよね。L は何の？なんかおっぱい。ザ・カボチャワインって漫画あったの。すごいおっぱい大きくてお尻が大きい背の高い女の子とちびっこの男子が恋をする話なんだけど、完全にエロ漫画。今だったら無理だよね。今なら無理だよね。で、今エロ本ってあるの？あるよ。あるの？あるけど、ネットです。ネットもの漫画でしょ、ウェブ漫画っていうの。ああいうの紙媒体がもうあんまりね、ないもんね。ないね。でも今の子はエロ見放題だよね。昔私たちがさ、本屋に行ってさ、エロコーナーに入るときにすっごい緊張する。そうなんですよ。見るまでのドキドキ感とか、動かなきゃ見れない。エロコーナーに通りがかってみて、人がいたらちょっとぐるっと一周回るから、はいはい、そんで買うときにサンドイッチして買うみたいな。そう、そう、普通のエロビデオをね、そう、中に入れて買うみたいな。はい、そうそう、ビデオもわざわざ借りなくてもネットで借りれるもんね。そうそうそう、だから借りないよ、もうブロックバスターはないんだよ。そうよ、だから私当時買ってた DVD が普通にゲイ動画が見れちゃうんです。そうだよ、だからよく見せられたよね。1万円とかで買ってたのに。やだ、だから今の子は見放題なんだけど、でもあんまりそういうのに興味ない子も多い。そうですね、いろいろですね。何の話からこれ、沖縄で何するの話から。